曲の数々を当人たちと会ったエピソードを交えながら、そうですね、歌ってみようかというコーナーでございます。したがって有名な曲でも俺らの知らない人の曲は出てこないっていうことで会ったことない人のは出ない。さあいよいよ、今日はね大親友の フォークを振り返る、名曲を振り返る、友達だった人たちのエピソードを交えつつ振り返るコーナーの勝手に友達だった人たちの、はい、いよいよ危険なゾーンに入ってまいりましてシャレになんないゾーン、長渕剛についてちょっと語りたいなと。これ明確に皆さんご存知だと思うんですけど、トンボ以前の長渕とトンボ以降の長渕は違いますから。何以前？トンボ。ろくなもんじゃねえかな。どっちにしろマッチョになる前の頃の仲良かった頃の長渕剛の曲でございます。はい、離れない離さない離したくない君。いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども、終わりさ、みんな終わりさ、僕の一人終わり。意味えてんだからね、ぐっすりと切れた。これごめん、歌ったことないやよく知ってけどね、純子ですね。歌わないね。この頃もそこそこ売れてたんですよ、純恋歌とか純子とか、うん、で、トンボかろくなもんじゃねえから人が変わっちゃったんですけど、この純子の頃はよく一緒にライブも一緒になりましたし、ドゥの頃、ドゥの頃です。で、すっかり仲良くなって、すごく繊細なやつなんですよ、いいやつ で、うん、で毎晩のように電話かかってきて、当時ですから電話ですよね。で、必ず、電話取ると、剛、おーとか言うと、また電話しちゃったっていうそのぐらいね、本当センシティブなやつで、でそこから1時間ぐらいこう今の自分のポジションについての話とかを相談を受けるわけですよ。なぜかね、俺はまだ本物じゃないで弱いとかそういう、うん、で俺ももうあーとか言ってるだけなんですけど、そういうぐらいね、こうセンシティブな人だ。それなんで君に何そのプロデューサーだとかさ、マネージャーとかさ、なんか同じ匂いを感じてたのかね。やっぱネガティブな部分に響いたんじゃないの。その根底は、根底に流れる血みたいなものは一緒だなって感じる。そう、その時はね、感じて、あ、そうだ、その時に感じたからこう話があって、うん、シンパシーを感じたんだけど、その時に俺が多分、剛ダメだと、お前はもっとマッチョになれって言ったおかげではあったんだよね君のおかげか。まあだから長渕剛、俺が育てたと言っても過言ではないかも。過言じゃないね。過言じゃない。ちょっとこれからそのパターンで行こうよ。ほら、アリサを育てたのも俺たち言えなくもない。言えなくもない。なそうしよう、そうしよう。でもね、あれですよ、日本放送で番組やってたんですよ、俺。やってたよね。長渕君と藤岡君っていう一年間だけなんですけど、その時はすごく仲良くて。亀渕さん、浅野さんがディレクターだった。あ、浅野さんね、亡くなった。調子のいい浅野さん亡くなっちゃったね。癌で亡くなっちゃった浅野さんが、そのぐらい仲良かった。そのだから長渕君と藤岡君はシリーズで、一等最初は蒼井君と佐藤君だったね。蒼井照彦と佐藤君彦、ケメで、その次が桑田君と桑田佳祐とサザンのヒゲモジャのやつかな。で、俺らの後？前じゃない？後か。あと、俺はケメと蒼井照彦の後だ。じゃあその後桑田君とあれだよ。何？桑田が俺らの後を継いだって。あと、そう。なんだ桑田の野郎は挨拶に来いよ。だから言ってみれば桑田も君が育てて、ラジオにおけるパーソナリティという意味では俺の後輩ってことを。そう、全然後輩。桑田バカ野郎それを言ったら、だって大滝一さんだってマリちゃんズのドンとマリちゃんズ大進撃が1時3時で、ラジオ関東で、ラジオ関東で3時5時が大滝一だからね。はるかに時間帯の悪い、時間帯悪いじゃない、もう猫しか聞いてないような時間帯にあれじゃあ大滝一は、そうだ、ラジオ大滝もこのね、怖いだ。ハッピーエンドが売れたのも俺たちのおかげみたいな言えなくもないよね。
だからやっぱね、そ育てるのはうまいんだけど自分たちを売るのが下手だったっていう。そうそう、あのほら名監督、あだから逆だ、名選手必ずしも名監督なら、名選手が名監督だから名監督なんだけど、うん、名選手になれなかったっていうね。でもね、秋元康は俺飯食わしたよカレーごたみたいな、うん、TBS の横 の, あのビッグベンっていう喫茶店で、あのちょっと腹減ったんで飯食っていいですかって。じゃあ秋元育てたのも君と言っても過言でもない。俺のカレーのおかげであんだけ大物